リビングカラーはアメリカのハードロックバンド。1983年にニューヨークで結成。同時代にジェーンズ・アディクション、プライマスやフェイスのモアなどの存在があり、24、ナナ・スパイズやデファンクやリーダーのバーノン・リードが運営していたブラックロックコーリューションのアーティストを外に紹介する魔、まあ、独自でもあった。1983年にドラマー。 ロナルド・シャノン・ジャクソンのデコーディング・ソサイアティのメンバーであったバーノン・リードがグループを指導し、当時のメンバーはボーカルの DK ・ダイソンやキーボーディストのジェリア・レン、ドラマーに JT ・ルイスが参加するなど別の方向性の青写真があった。1986年2月頃にコリー・グローバーは俳優としてオリバー・ストーンの映画作品プラトーンの撮影のために フィリピンのルソン島に滞在していた。同年に、リードの妹のホームパーティーで、バースデーソングを披露した、グローバーの歌声に惚れ込み、グループ参加のオファーをかけて、ドラムに、ウィルカル・ホーン、ベーシストのマズ・スキリングスが加わりギグを繰り返す。CBGB のギグを見に来ていた、ミック・ジャガーの目に留まり、エピックレコードの A&R マンたちが彼らの存在を知る。バーノン・リードが、 ジャガーのアルバム、プリミティブクールの録音に参加していた縁から、ジャガーのプロデュースで3曲のデモテープを制作して、エピックレコードと契約を果たす。なお、日本では1987年頃に、テレビ朝日の音楽情報番組、ベストヒット USA のニューヨーク特集で、DJ の小林克也が彼らの存在をリポートして、報道している。1988年のアルバム、ビビットは、 ビルボードのアルバムチャートのトップ200で最高6位を記録するほど注目を集め、シングルとしてリリースされたカルト・オブ・パーソナリティは1989年のグラミーのベストハードロックパフォーマンス賞になる。この曲のリフを中心にして構築されるサウンドから当時はクロレット・チェッペリンと呼ばれた。アルバムのリリースパーティーを行ったニューヨークのクラブザ・リッツは満員となった。 さらにローリングストーンズのスティールホイールズツアーのオープニングアクトをガンズローゼスと共に務めるなど MTV の影響もあり人気を表す。トーキングヘッズのカバーであるメモリーズキャントウェイトや社会問題を取り上げたオープンレター人種差別を扱ったファニーバイブではパブリックエナミーのチャックディートフレーバーフレーブをゲストで参加させるなどして バンドの方向性を示していった。またこの頃はステージでトレイシー・チャップマンのトーキン・アバウト・エイ・レボリューションやレッド・チェッペリンのザ・オーシャンをカバーしている。1990年のアルバムタイムズ・アップはキング・クリムゾンの太陽と旋律のようなコンセプトアルバムを作りたいとロバート・フリップとの対談で語っていたリードの思惑から ファーストアルバムほどの明瞭さは持ち合わせていないが、クイーン・ラティファが黒人の歴史を語り、名詞をパーカーとリトル・リチャードが参加して、ロックンロールは黒人のものと歌う、エルビスは死んだを収録するなど、コンセプトアルバムとなり、バンドの基本姿勢は揺るぐことなく、ビルボードアルバムチャートトップ200の最高13位を記録し、グラミーでも2度目のベストハードロックパフォーマンス賞受賞となる。 1992年に音楽の方向性の違いからスキリングスがグループを抜けてマークス・スチュワートやタックヘッドのダグ・ウィンビッシュが参加する。ウィンビッシュ加入以降は徐々にエキスペリタルな方向に進みサウンドをミックスするようになり、1993年のアルバムステインは1990年代のグランジ音楽シーンの流れを見据えた暗い雰囲気の スラッシュメタルとインダストリアルの作風で評価を呼び、ビルボードアルバムチャートトップ200の最高26位を記録している。リミックスのシングルでは、オン、ユーサウンドのエイドリアン・ジャーウッドやスキップ・マクドナルド、CM ・パンクが入場曲としてカルト・オブ・パーソナリティを使用している。ありがとうございます。